日本の友達に会うためにやってきたのでした。塩です。こんにちは。よろしくね。こっちはヌーボとキャト。ちょいとどきな。さあ、トネニシア様、ご覧ください。ほんと、野望機の言う通りだわ。緑なんてほとんどないし、空はスモッグで汚れてるし、川は汚いし、東京って公害のひどいとこだわ。来てよかったですね、トネニシア様。我々の仲間を増やすには一番いい国だと思いますよ。はい、そうね。おじさんったら。おじさん。この子が見てたのよ。うるさいよ。大丈夫かい。東京の桜の名所といったらどこ。上野と九段が有名ね。私ね、桜見物するのを楽しみに来たの。なんたって桜は日本を代表するお花ですものね。ここでニュースをお知らせします。桜の名所として知られる九段の桜が一瞬にして全部散ってしまいました。全く不思議な現象というほかはありません。公害の影響なのでしょうか。もしかしたら、トゲネシアたちの仕業だわ。え？トゲネシアたちは自然の美しさが大嫌いなの。日本は自然破壊が進んでるって言うじゃない。だから狙われたんだわ。でも本当はみんな自然を愛しているわ。だから失われた自然を取り戻そうと努力しているわ。その気持ちがあれば大丈夫。トゲネシアたちなど恐れることないわ。ルンルン、どこ行くの。トゲネシアたちが次を狙っているとすれば。上野だ。間違いない。今しゃべったの。トゲニシア様、誰も我々がやったとは思いませんよ。みんな公害のせいだと思ってるわ。ではポチポチやりまっか。おお、桜が散り出した。一体どうしたんだ。どうしたんだよ。急にだ。
大騒ぎしてるわ。ほんじゃこいつも。そうはさせないわ。あら、ルンルン。ルンルン、邪魔をすると許さないわよ。そこをおどき。トゲニシア、桜は日本を代表する花なのよ。どうしてこんなひどいことを。ルンルン、桜の花言葉は優れた美人って言うのよ。それが気に食わないのよ。そうだよそうだよ、優れた美人というのはトゲニシア様のためにだけある言葉なのだ。よくも笑ったわね。いくらトゲニシアでも桜の美しさにはかなわないわ。言わしておけば。トゲニシア様、こらえてこらえて、花粉風邪だけはダメ。お黙り。ルンルン、お前たちを飛ばしてやる。花粉風邪よ。だから言ったじゃない。ルンルン、クソトゲニシアのやつ。ルンルン、早くなんとかしてよ。桜の花の近くまで降りないと花の鍵は使えないわね。あそこまで降りなきゃなんないのかい。トゲニシア様、他に代表的な桜の名所といったら奈良の吉野山、京都の嵐山だそうですよ。全部枯らしてやるわ。ルンボ、本当にトゲニシアたちは新幹線に乗ったんだろうね。僕の鼻に間違いはないよ。ルンルン、桜の名所の代表は吉野山と嵐山。そう、早く打って。お京の桜も散っちまったっていうじゃないか。どういうことだ。公害のせいだ。そうだ、公害だ。トゲニシア様、綺麗ですね。何があんなの。いや、もちろんトゲニシア様は別よ。トゲニシア様の美しさにはかなりかありませんがね。綺麗ですね、あれでも。ちょっとお顔を拝ませてちょうだい。あら、ケチ。いいじゃないのよ、ちょっとだけ。ねえ。あら、あ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 
お前はルンルン。トゲニシア、自分の顔をよく見るといいわ。今があなたの本当の顔よ。私はこんな顔じゃない。あなたの心がそのまま顔に現れたのよ。違う、花粉風を起こしてからちょっと目尻にシワができただけよ。その顔でも桜に勝てると思ってるの？桜の方がずっとずっと美しいわ。おだまり。もう二度とトゲニシアたちに狙われないように、みんなでもっともっと自然を大切にしていくわ。もともと日本は四季折々の美しい花が咲く素晴らしい国なんですもの。ルンルンに代わって君たちにこの球根をあげよう。セルジュの置いていった球根はやがて美しい花を咲かせました。それはグラジオラスの花でした。緑たちはこの花を見るたびに自然を大切にしてほしいというルンルンの願いが込められているように思えて、心の戒めとするのでした。グラジオラスの花言葉には警告という意味があるのです。女の子って大変なのよ。そう。何